画家と作家。この番組は画家の空間ペインター吉川健太とサラリーマン兼ラジオ作家の河野隆がエンタメや仕事、子育てなどについて自由に語るインターネットラジオです。ちなみに裏テーマとしまして、いつか二人が大好きな松本人志さんをゲストに迎えることを目標にしたラジオ番組でもあります。前回の続き。いやだからまあそうですね。いやでもそれってもう何でもそうですよね。だっていや本当に例えばなんて言うんでしょう、まあ、画家と作家の名前もそうでしょうし、うんうんうん、ねそのユニット名決めるにしてもなんかたまたま目の前に何かがあったっていうのも何かしらのタイミングだったりね、そこからインスピレーションもらってね、ゆずはゆずシャーベットかなんか、うんうん、あはいはいはい、いますしね。そうかそうなんですね。らしいですね。なんかそういう巡り合わせですよね、うんうん、そうですよね。僕は聞いたことあるのはキングコング、あのコンビ名の、はい、はなんかコンビ名決める時のなんか話し合いかなんかの時、西野さんだったかな、なんかベーシングエイプっていうあの猿のあのブランドっていうかあのの服を着てたか袋を持ってたか、どっちがですか。西野さんじゃないかなと思うんですけどね、違うかな、ちょっと定かじゃないです。どちらかか、まあ、その居合わせた方が、うん、でたまたま目に入ってキングオブになったって聞いたことありますね。なんかこれでも本当それで、あそれええなんってなるのが、ね、まあ確かにそうですよね。でまああのね、いわゆるあのううんうんも入ってますし、コンビ名に、はいはいはい、ダウンタウンね、はいはいはい、キングコング、ね、ですね、ナインティナイン、ウッチャンナンチャン、はいそれもね、もちろん不思議ですよね、あれね。そうですよね。で、まあね、そこそ銀行も2人とも名前に死が入っているので。おぉ、あの、なんか、歌があったでしょ、死が入っている人は売れるみたいな。あ、そうなんですね。そうなんですね。個人名に。なるほど。で、松本人志、浜田雅人氏。おぉ。で、まあ、北野武志、志村けんとか。おぉ。そうそうそう。ま、それはまっちゃんが昔言ってましたね、なんか。そうですか。ああ岡村隆史とかですね。石橋隆。あ、そうそう、石橋隆、聞きなしのりたけ。本当だ。あの、森田和義もそうですしね。内村照義。内村照義、明石家さんま。ねえ、なんちゃんは入ってないんですけど。へえ。そうそうそう。ですね。面白い。うん、いやでもちょっとあれですけど、タイミングがこのタイミングで河野さん名前変えたんでしょ、はい、それ。あそうだ、何ですかそれ。そう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 、まさに前回そうなったんですけど、なんかちょっと違和感ありますよね。何ですか。今日吉川さんもあのー、ね、ちゃんとちゃんとと言ったら、うん、そうそうそう、変えました、表記しているのがありがたいなと思って変えました、あえて変えました。そうそう、これあれなんですよ、僕実は姓名判断をしてもらって、はい、でそのなんかどんなあれかって言ったら、そのまあ共通の友達というか、はい、なんか多分まだあんまりあれちょっと公表されてないのかわからないですけど、僕芸人、福岡の芸人さんのお友達がいて、うん、スマップ好きのあれで知り合いやった、はい、あの今芸名でやっちゃえスマオって言うんですけど、へ、あのスマオはもうスマップから来てるんですけど、スマップが大好きな、まあ、男性の方で、はい、の芸人さんでもちょっと前までコンビを組んでたんですけど、うんうんうん、あのカウカウってコンビ分かります？はい、分かります。のヨシさんの方の、はいはい、うん、ヨシさんのおばさんだったかな、うんうん、とコンビ組んでたんですよ。え、その70代ぐらいの、えすごいですね。そう、40代と70代ぐらいのコンビで男女コンビだったんですけど、多分今年ぐらいに確か惜しまれながら解散をしてしまいまして、そうそう、また新たにコンビを組もうとしている方、うん、って言っていいのか分かんないですけどが、そのそういう実はあのそういう方だったんですよ。その生命判断ができる方、あ、そうなんですか。多分なんかその界隈では結構有名な方らしいんですけど、すごいですね、もうなんか1000人ぐらい解明というか、そうこういった名前を考えている実績があって、まあ、一部その芸人さんとかの、あの解明も、まあ、よくあるじゃないですか、解明される芸能人の方とか、ああいうのをこうされてたりもする
方らしくて、でそこの前ちょっと福岡でそのご一緒する機会があって、あのそのスマオさんと3人でご飯を食べて、いろいろお話をする中 で、まあ、そういう時にその攻めるのできますよで、まあ、お仕事にもされているようなもうプロの方なので、はい、そういう時に、うん、あの気軽に占ってくださいよとかいうのは嫌いなので、うん、ずっと黙ってたんですけど、うん、あまりにその話を聞くものだから、うん、もうたまらず最後の最後に占ってもらえませんかって言っちゃって、あのよくほらあのお笑いの方に面白いこと言ってよとか、うん、あの歌手の方にちょっと歌ってよとかめっちゃ失礼じゃないですか、僕はそういうの大嫌いなんですよ。まあでも言っちゃったんですけど最後、なるほど、言っちゃった、心よくしてくれて、おでまあ何かそれはそれでまた僕もなんか恩返しを違う形であのちゃんとお返しをしますっていうふうなことは約束はしてるんですけど、ええっていうところで占ってもらった時に、まあ今僕のあのフルネーム川野隆っていう、まあ漢字のフルネームがあって、でそれを見てもらって、でまあこうまあアドバイスというかそのねいろんなことを教えていただいて、うんうんうん、わーと思いながら、まあ、うんうん、別にこれ別に言っても多分しょうないと思うんですけど、うん、なんかまあそこの施設で言われたのがその、うん、なんか僕はそのね自分の、うん、ここはまあいい意味じゃないのかもしれないですけど、自分の実力持ってる、もともと持ってる実力以上に、うん、なんか変に周りからちょっと評価なり期待をされるような、うん、環境遇で、うんうん、でちょっとそうやって周りからそうやってこう役割を与えられて、うん、で与えられながらちょっと僕も調子に乗りながらちょっと乗っかったりとかして、うんうんうん、でも全然実力はそれに伴ってないの で、うんうん、でそこから、まあ、自分なりに努力とかをして、うん、なんて言ったらいいですかね、だから実力があるから認められるんじゃなくて、うんうん、なんかいろんなそれこそタイミングとか巡り合わせで、たまたまちょっとそうやって多分自分のキャパ以上のものを与えられて、うん、でそれで初めて自分が成長してこう追いつくというか、うんうんうん、っていう星回りというかその境遇にありますみたいに言われて、あ確かにそうだなと思って、うんうんうん、すごいまあ劣等生というか全然昔から何も優秀じゃないんですけど、うんうん、何かその例えば、まあ、PTA 会長だったりもそうですけど、はいはいはい、まあ、仕事のちょっとした役割とかでもそうですけど、はいはい、自分にこんなのできないよなと思いながら、うん、まあまあ一応そうやって与えられたから頑張ってみようかなで、あんまり多分ちゃんとできてるかちょっとさておき、うん、一応こう全うできてみたいなところで、そういえばやってきたなみたいな感じで、でなんかその結構周りのすごい人からなんかこう、うん、認めてもらえるというか、その、まあ、知ってもらえるというか、うんうん、こう付き合ってもらえるというか、うんうんうん、っていうふうになんか言われて、うんうんうん、まさに僕この吉賀さんもそうですし、はい、まあ前から結構言ってますけど、はいはい、このあんなこうライブもされて、あんな素敵な絵も描かれて、はい、いろんな活動をされている方と、はいはい、こんなこう差しで対等にそんなさせてもらってみたいなところが常にあったりとか、まあ、あと自分のラジオ番組とかでもそうですし、はいはいはい、ね、自分などに声をかけてもらえてみたいな、あれも本当作家なんか僕は全然何も知らなかったので、なんで任され与えられたのかなと思いながらも、まあ、なんとかやって今4年ぐらい経ってるみたいなことなので、うんうんうん、まあそういうことだなと思ってですね、うんうんうん、そうそう、なんかそれ面白いの、それをまあ言い当てられたというか、うんうん、あ確かになとか思いながら、うんうんうん、でやっていて、で僕その、まあ、本を出してる名義が全部カタカナの名義で、うんうん、川野隆で出してるんでつるって言って、はいはいはい、厚かましいことにその2個目を言ったんですよ。その漢字の漢字に飽き足らず。こっちはどうと。こっちはどうみたいな。さりげなく。そうそう。ちょっと飲んでたっていうのはあるんですけど。ただ、その、カタカナ6文字は、なんかあんま良くないですみたいに言われて。なんか生命案なんてこう、よく名字と名前のなんか、1文字目と最後の文字こう、足してとか。はいはい。なんか、中間の、ね、文字を足してとかだと思うんですけど、うん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 、なんかそれで占っていて、うんうん、そうそう、それでの時に出した時になんかカタカナで全部よりは、うん、上カタカナで下ひらがな、う
がなんかいいですみたいに言われて、と思ってなんかパッと見なんか変だなと思ったんですけど、うんうんうん、まあよくよく考えたら自分も結構、まあ、前も言った通りあの AB 型でちょっと二足のわらじじゃないですけど、うん、っていう側面もあるので、うん、まあ、このちょっとちぐはぐ感もある意味僕らしいなって思ってなるほど、ちょっとやってみたんです。なんか見慣れるかなとか思っていつかっていうので今お試しで、まあね、たかだか SNS のあれですけど名前ですけど、やってみてるみたいなとこです。そうなんですね。お試しお試しで、でもかいやカタカナとかの方がその漢字よりいいってことですか？そうです。この組み合わせが一番いいって言われましたね。多分漢字よりも。おう、そうそうそう、そうです、そうです。でもそれはあるかもしれないですね。うん、そんな気がします、ね。まあ、そうですね。まあ見た目というかあれでも、うんうんうん、そうだし。普通な人じゃなくなりましたもんね。ああ、確かに。より川野さんらしさが増したかもしれないですね。はい。ね、まあ、パッと見でそうですね、漢字が並んでいるよりもまあまあなんかちょっとポップな感じもしますし、します、うんうん、確かでも吉川さんってそういうイメージはあれですか、その、はいはい、なんていうんですかね、学科家の方の名前、うん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 、アーティスト名とか、はいはい、結構だってね、書いてる方多いじゃないですか、多いですね、うんうん、あの辺ってどうなんですか？僕悩んだりもするんですけど、はい、はいはい、結局僕も生命判断的なことを受けたことがあって、なるほど、僕はねこの感じでいいみたいで、あ、で、あとは空間ペインターもいいらしくて、はいはい、ああいいですね、それは。そうなんですよ、だからあじゃあいっかみたいな僕の中ではあんまりねこの漢字はがって読まれることが多いし、あ確かに、あのそうですね、吉賀さんのあれはそうですね、そう、あの多いんですよ、ハガの方が多いので、はいはいはい、だから間違われることが嫌だなって言って、結構劣等感じゃないけどあったんですけど、はいはいはい、割とまあ珍しいし、その、うん、そこも含めていいかなみたいな感じで思ってますね、うんうんうん、で僕は、まあ、そんな感じで結構劣等感はあったんですけど、なんかこう漢字で書いたり、まあ、日本画みたいな感じの絵を一回描いたことがあって、で、はい、この吉賀健太っていうのがこう、ね、画家らしいなみたいな感じで。確かに確かに、それで言うとですね。うん、はいはいはい。なんかまあ、外国から見たらね、それはそれでいいんじゃないかって感じがですね。うん。だから、もうこれでいいかなみたいな感じはありますね。そうですね。あの、大分で言うと、北村さんとかは本名なんですかね、あれ。本名ですね。ですね。うん。もう漢字とかも変えてないんですかね。おそらく。うん、僕 の周りで言うと、初夏の杉田くん、はい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 、彼はね、あの、この前会った時もそうだったのかな、漢字を変えてるんですよ、最近。はい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 、ですよね。ね、そうそう、うんうん、なんか難しい字になっちゃって、うん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 、こうちゃんこうちゃんって言ってるんですけど、あの、こうの字が変わっちゃって。うん、はい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 。そうなんですけど。うん、そういうのやっぱあるんでしょうね、うんうん。なんかね、このタイミングでっていう、また、40ぐらいのね。たばいですね、うん、ですね、うん、だからうちの息子たちは全部見てもらってて、実は、ああ、そう、同じ方にですか？同じ方に、あ、まあ、なかなかそのお知り合いというか、そうですね、まあ、お付き合いがある方、信頼を受ける方がいて、はいはいはい、うん、まあ、まあ、割とこうその界隈ではすごい出る先生みたいな方に見ていただいて、はいはいはい、結局ね、うん、こう見てもらうって言ったらそのなんか話口ぶりというかね、うんうんうん、結局そこじゃないですか。ですね。ね、こっちがまあ聞きたいというか、その、ね、いろいろな話を聞くのに、納得してね、聞ける方っていうのは、そうですね。ね、信頼してというか。うん、まあね、やっぱ怪しがる人はいるでしょうけど、うんうんそうですね、割と結構、おーみたいな、うんうんうん、合ってんな、みたいなことが結構、うんうんなんでってことがあるからですね。不思議ですよね。ねえ。不思議ですよね、本当に。ねえ、そうですね。これもタイミングですもんね。うんうんうん、タイミングね、タイミング。結構でもあれですね、結構長く
話しますよね。話されないですけどね。そうですね。いやなんか全部すぎて。全部すぎますね。対応について言おうと思ったらなんか、ね。うん、いや本当そうですよね。いやでもそれで言うとね、僕逆にこうネガティブ的なことで、はいはいはい、あの事故とかね、うんうん、ああいうことも本当タイミングだよなって思ったり。ああでも本当そうですね。まあ変な話、その車の事故とかね。そう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 、完全にあれ本当 0. ね、なんか何秒1秒ずれてたらなかったものにとか、まあ、1秒ずれてたら事故ってたのにもあるんでしょうけど、そうありますよね。それはこれは本当に恐ろしいですよね。うんうんうん、うん確かに。だからそれもある意味、ある意味というかタイミングですよね。うんうんうん、ここでねちょっとこう、うん、なんかこう動かないっていうかね、動かないことが良かったってこともあるし、うんうんうん、悪かる、悪い方向にね、なんかそうですよね、対応する場合もあるし、うんうんうん、みたいなね、ありますよね。ありますね。ねえ、あの電車一本乗ってたらねみたいな。確かに。だから本当考えちゃうんですよね、その事故は。うんうんうん、あれそう、いや本当そうですね。ねえ、なんか、まあ本当この番組だから言いますけど、ね、松本さんも、うん、まあしょっちゅう名前出しますけど、うん、なんか言ってませんでした、あの自分が10年後に、うん、あ言ってます、自分が手を切るカッターが今製造されてると思うと、はい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 、言ってましたよね。なんかもうゾッとするような話してましたよね。ね、してましたよね。まあ、でも分かります、それ。もっと怖い話で言うと、まあ、自分もしかしたら殺すかもしれない人が今どっかに暮らしてるとか。ちょっと恐ろしい話ですけど。いやでもそういう、まあ、まあ逆算するとというか、そういうことですもんね。だから、まあ、自分の子供たちの将来のパートナーになる人が、うん、今全国のどっかに、そうそうそう、ね、生活してるかもしれないだとかっていうことですよね。ね、いや、うん、本当だってバンドだってなんだってそうですけどね。うん、そうですね、バンドもそうです、ね。幼稚園から出会って幼馴染でとか。そうですよね。結構ありますからね。そうですよね。バンドとか、うん、まあ、お笑いコンビもそうですし。そうですよね。だって、ね、この間そういえば浜ちゃんの番組、はいはい、番組に高須ちゃんが出てましたけど。ああそうですか。そうそう、珍しいですね。ラジオとかいうのをやってて。へ、この間60歳の誕生日で、あでそこにそう高須さんが出てきてて、へえ、ゴブゴブラジオっていうことはラジオなんですか？ラジオです、ラジオ番組の浜ちゃんが。へえ、浜ちゃんラジオ番組やってるんですか？そうそうそう、今年始めてて。知らなかった。知らなかったですか？そうそうそう、はい、あるんですよ。へえ、聞いてみよう。それもラジコにも出てきますよ。あ、そうなんですね。うん、へえ、ゴブゴブって前、あら、東野さんとやってたやつでしたっけ？あ、それはテレビの方ですよね。あ、そうですよね。のラジオ版みたいな。一人なんですか、浜ちゃん？いや、ね、浜田さんと、なんか、ドリアンズ？ああ、はい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 。と、あと、あの浜田会というか、その。そう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 、そう、あの人、ね、名前忘れた、楽器にも出てる。あの ライセンスの。いや、ライセンスの木本さん。はいはいはい。が、出てて、あ、本当だ、出てきた今。それで高須ちゃんが出てきてて、で小学だから、まっちゃんよりも先に幼稚園から一緒なんですよね、確か。はいはいはい、浜ちゃんと。はいはい、すごいですよね。すごいですね。うん、あれだって、途中でなんか浜ちゃんって転校してきたんじゃなかったでしたっけ、小学校の時。確かそうなのかな。でも幼稚園自体は高須さんと一緒らしい。ああ、そうなんですね。うん、浜幼稚園。浜幼稚園ですね。確か。へえ。すごいっすよね。ああ、へえ、すごい、聞いてみよう。うん、まさか浜ちゃんがラジオしてるとは、なんか。そうそう、やってるんですよ。ぜひぜひ。うん、あれですね、あの有吉さんのサンドリー形式といったらあれですけど、はい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 、ちょっとそのね、一人のメインの方とちょっとこう親しい後輩の方たちみたいな、そんな感じ、そんな感じです、形ですね。うん、へえ、興味深くて僕は聞いてますよ。本当ですね。うん、いや確かに、だってね、あのダウンタウンの2人、まあ、高橋さんも含め、そうですよ、あの3人が同じ小学校の、まあ、同じクラスね、一時期
とんでもないですよね。とんでもないですよ。中二でしょ。すごいですよね。すごいですよ。巡り合わせ、ね。巡り合わせだね。いやー、確かにそうですね。僕でも、そういう意味じゃ、まあ、はっきり言って、幼なじみで、今もそんなに深い信仰がある人はいないかもしれないですね。おお。幼馴染、本当に幼稚園とかですよね、幼馴染って言ったら。いやー、本当そうなんですよ。それこそ、僕もそれはいないんですよ、一番。うんうん、兵庫だからね。で、はいはい、今日、それこそタイミングの話で、はい、自分の息子が今年、まあ、この間、誕生日で、はい。小学校3年生なわけですよ。で9歳になったんですけど、うんうん、でちょうど僕が兵庫から北九州に引っ越すタイミングと同じ年になったんですね。はい。ああ、なるほど。そうそう、だから、あ、こんな感じの成長具合で僕は引っ越したんだね。そうですよね。また親になるとですね。加えてですね。うんうんうん、ああ、なるほどなーみたいな考えさせられましたね。いや、そうですよね。うん、そっかそっか。でもなんかそれで言うと本当子供のそういった年齢の話で言うとあれですね。もう僕は、はい、もうだから今の妻と出会った年齢を、うん、もう今うちの長女は超えてるんですよ。あ、言ってましたね。なんか書いてた、ね。あ、そうそうそう、言ったと思いますけど。はい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 。それもなんかあれだなと思って。ですよね。そう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 。考えさせられますよね。考えさせられますね。いや、すげえなと思ったもん。もうね、大学1年だから余裕で超えてますね、もう。すごいな。いや、だからまあ今ぶっちゃけその彼氏もいるんですけど、はい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 、もうだからこの子と結婚してももちろんおかしくないよなとか思ってです、ね、もう本当あと数年で全然ありえますね。全然ありえるなと思って。ドキッとしますね。そうですね。まあ学校は卒業してほしいですけど、ね。はいはいはい。なるほど。うん。いやっていう、まあそうですよね。だから、まあそうなんですよ。それもまあ僕、うちの場合なんか特にまあそういうね、いわゆる、ね、今で言うと授かり婚ですので。授かり婚だから、それもタイミング。そんなのもまさにタイミングですよね。ねえ。ちょっとだいぶ無理くりなタイミングですって言ってたけど、強行突破的な。いやいや、大きい。人生とかで大きいタイミング。まあそうですよね。それもそうなんですよね。まあそうですよね。3年ぐらいできなかったんで。ああ、だから本当でもそうですよね。ね、だね、うん、そのそうなんですよ、うん、まさにそういうことですもんね。その結婚をしてなかったですけど、まあそういった、うん、もちろん決めている相手と、うん、まあ本当にたまたまというか、うん、そういうことになって、うんうん、まあだからそれがなかったらどうなってたかわからないですよね。はいはいはい、な、うん、なんかそうなんですよ。そんなにめちゃくちゃ順風満帆でラブラブじゃなかったと思うんですよ、確か。こんなとこで何言っとんじゃって感じですけど、そうですか。でも結局つなぎ止めてくれたというか、まあ、よく言えば、はい、まあ、結局お互い覚悟が決まればね、同じ方向をそこで向くじゃないですか。まあ、向けたのが良かったと思うんですけど。すげえ、そうだったんすね。そうですそうです。まあ、あ、別にそのなんか違う人とかはないですよ、そのもちろん。けどなんかまあね、やっぱお互い若いし、そのまあ仕事もなんか したばっかり、始めたばっかりだったりとか、へで、いろんな価値観の人とそんなに深く付き合うことって初めてじゃないですか。あの10代の後半ぐらいとかって。そうですね。でその中で自分となんか価値観が違う、もう違うのは当たり前なんですけど、うんうん、そこに悩む時期ってあるじゃないですか。あります、あります。自分と考えがこの人違うんだでショック受けるみたいな、うん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 、今ならこういう考えなんだなで大人だから分かるんですけど、えらいなんか自分のね考えと違うことにショックを必要以上に受けちゃうみたいな、はいはいはい、そんな時期でですね。なるほど。多分まあ未熟な、お互い未熟でっていうところでだったから、うんうんうん、まあそんな中でつなぎ止めてくれたんだなっていうのは思ってましたけど。へー、うん、すごいな。これもタイミングですね。タイミングですよね。そうですね。本当そうなんですよね。うん、出産、うんうんうん、深いですよね。そうですよね。本当に本当そうっすよ。うん、多分虫川さん多分人生でそういう出会い、たまたまな出会いみたいなめちゃくちゃ多いそうですよね。めちゃくちゃ多いですね。めちゃくちゃ多いでしょ。もう数えきれないぐらいあるでしょ。本当にそれ数えきれないぐらいですね。ねえ、不
不思議な。そういうふうに 見えるというか、そんな気がしますもん。うん、なんかそんな感じですね。うん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 、結構話してきたなとは思うんですけどね。ああ、そうですよね。タイミングがあってですね、みたいな、ね。そうですね。うん、多分、あれですよね、その、なんていうか、今の、その、だから、うん、実生活というかそのリアルなところで言うとその、うん、まあ、この前個展とかされたじゃないですか、はい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 、まあ、ああいう時に結局人がなんかこう不特定多数の人が出入りするみたいな状況じゃないですか、なんかああいう時にとかも結構起きやすいというか、うん、どうなんですか、なんかありますよね、あれが謎でですね、居合わせてね、そう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 、よくありますよね、ああいう時ってなんかあります、うーん、なんなんでしょうね、あれね、ねえ、びっくりしますもん。そうそうそう。ちょっと前の個展で結構重要な個展をやった時に、はい、自分の中ですごい重要な2人がたまたま居合わせるみたいな。ああ、はいはいはい。に何ですかそれみたいな。いや、ありますよね。で、そうそう、でこれタイミングで言うと本当そうなんですよ。会う人って、うん、たまたまとか、いや、そうですよ、ばったり会いますよね、ありますよね、縁がある人って何なんですか、ね、だって東京とかで行って、あ、はいはい、なんでここで中学のあの子と会うのみたいな、それはもう本当縁があるんですよね、まさに、だってあんな広い東京で、はいはいはい、ねえ、なんかそんなこと結構ありますよ、だっていや、それすごいですね、本当に東京出てすごいですね、東京のなんか東京駅の八重洲のなんかそういう一番ごちゃごちゃしてるとこでうえーみたいな、へーおーいみたいな、うん、それは本当すごいですね、お互い気づくのもすごいし、本当そうですよね、えいや本当ミラクルとしか言いようがない、そうですよね、うん、いや僕でも本当それで言うとつい最近なんですけど、普通に仕事終わって大分に帰るのに、うん、高速バス乗ろうと思って博多バスターミナルに行って、はい、バス待ってたら、うん、向こうから僕のおかんと妹が歩いてきて、うん、でうちのおい、まあ、おいっ子っていうか、そのなんか妹の息子、はい、前ちょっと言ったかもしれないですけど、漫画家仕事でこっちに学生で学校で来てる、はい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 、おいっ子に会いに来てて、おで初めてバスで来てて、普段はうちの父が運転して車でいつも来るので、うんうんうん、その日たまたま父が運転できなかったの来れなかったので、うんうんうん、2人でなんか初めてバスで来てみたつって、帰りの便がちょうど一緒で、で席も前後だったんですよ、たまたま、たまたま、すげー、それはちょっとビビりましたね、その、いや、ビビりますね、ね、結構大分福岡って便がね1時間に 2,3 本あったりするんですけど、おー、たまたま同じ便で、しかも座席も前後なんか、すげえ、すごいなと思いました。やっぱまあ縁というかね、そうですね。ね、まあ、短すぎる人ですけど、さすがにすごいな。いや、本当だね。本当不思議なんですよね。ねえ。だってこうやってカンさんとラジオやってるの、そうですよ、当然そうですけど、うんうんうん、まさか被ってるところが結構あるじゃないですか。ああ、確かに。ね、話せば話すほど、はい、勉強してるところっていうかね、その人との出会いとかも、ね、そうですね、みたいなね、うんうんうん、不思議ですよね、いや確かに、いやそうですよね、いいでしょうね、うん、一体何なんだろうと、まあ多分まあ、きっと意味があるんだろうと、うんうんうん、思わざるを得ない、ね、そうですね、いや僕はなんかやっぱそのなんか街で偶然会うとか ねえ、ああいうのも本当、そうだから、その個展とかライブも、うん、まあ結構僕お誘いもいただくし、まあ自分からもちろん行きたいなというのもいっぱいあって、うん、やっぱなかなかこう全部が全部行けないですよね、うん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 、で、まあ、この前の吉川さんのライブイベントとかも、はいはい、やっぱこう行けたというか、そのなんかたまたまいい感じ、なんかもうなんかタイミング全然合わないなみたいな人とかね、バンドとかもいっぱいあるじゃないですか、うんうんうん、ありますね、なんかやけに合わないなみたいな、うんうんうん、っていう中で本当この前のとかも全然すんなりなんか予定組めれてましたし、はいはいはい、多分なんか昔から僕その F院でね出会った時もそうですし、うんうんうん、その後なんかアートプラザとか、うんうんうん、なんか早稲田タウンかどっかでも、うんうん、なんか出展されたことありますよね、早稲田タウンないですか、あったんで出展、
ないです、まあ、ちょこちょこはあるかも。だいぶ昔かもしれないです。もう本当に10年レベルかもしれないですけど、はい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 、っていう感じで、なんかそんなに何回も会う大分の作家さんもあまり、ね、いないなとか思って。そうですか。へえ。そうです。まあキャビンとかあれですけど、うん、あと他も僕あんまり知らないですもんね。だから、あ、そうなんですか。北村さんとこ面識はないですし、一方的に知ってるだけで。そうね、まあ、古典とかも一回見に行ったぐらいですし、そうですね、意外とだから、あ、吉岡さん縁ある、 あったんだじゃないけど、なんか、なるほどですね、うん、改めて思ったり、はいはい、はい、いや、そうですよ本当にね、うんうんうん、このそうですよね。まあ、それこそね、前のあの、まあ、うちのあの、その PTA 会長の先輩の達川さんの話とか、ああいうのもそうですもんね。ですね。うんうん、いや、不思議ですよね。そうですね。うん、何かしら意味がね。うんうんうん、いやー、まあ、またあれですよね、そのタイミング、うんうん、その、まあ、チャンスみたいな言葉もあるんですけど、はいはいはい、チャンスをつかむとかあるじゃないですか。はい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 、ありますあります。そのまあ、多分吉川さんもそうだと思うんですけど、はい、結構その行動力が吉川さんもあるので、うん、結構だから目の前に来たチャンス割とこうつかむのはこうされる方ですよね、多分。おそらく。ねえ。はい。ああいうのも、だからまあ、なんか、タイミングですよねとか、なんかその運が、うん、運がとか巡り合わせがっては言ってるんですけど、うん、多分それを掴むような、うん、まあ、なんていうのね、行動っていうか、意識っていうか、ね、それをまず持ってるのも自分たちも、まあ、手前味噌ですけどあって、もう他の人が見過ごしたり、ちょっとめんどくさいなみたいになってるところを、うんうん、動いた結果掴んでるみたいな、そうですね。ここもはっきり言ってあるなとも思います。それはすごくあると思いますね。ね、それを深野さんね、アンテナを張り巡らせてるってことですね。そうですね。ね。そうです、そうです。それがタイミングがピタッとあった、うんうん。そうですね。ね。うんうん。まあ多分、ただその、じっとね、黙って、寝て待ってる、待ってたら来るじゃないじゃないですか。じゃないですね。まあ、こっちからいろいろね、アンテナをそれこそ張ったり、いろいろ動いたりする中でのものなんで、ね、そのなんか、角度、あの確率の角度を上げてるのは自分なんだなとは思うんですけど。うん、ね、いやでもそれもね、やっぱすごいですよ、カーンさんのね、そういうお笑い芸人の方々。まあでも、そうか、そうですね。それも本当たまたま、いや、たまたまって言ってもすごい、たまたまっていうか、そうですね。それでも引き寄せてるんでしょうね。あ、そうそうかもしれないですね。その本当タイミングで言うと、そのまあ西野さんの原画展もそうですし、あれもだから僕あの素人で、まあ、言ったかもしれないですけど、一人目だったからなんかできた気がするんですよ。なんかやっぱりあれが2番目3番目とかだったら、うん、あまりできてなかったかもしれないし、なるほどですね。なんか、え、素人で最初なんかおもろいやみたいな感じで、そういうことですよね。張り切ってやったかな。はい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 。なんかね、あのまっちゃんもなんか NSC 一期生だから多分ですね、みたいなね、言ってましたけどね。一期生だったら行かなかった、ね。そう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 。だってあれもだって、まあ、浜ちゃんが京都、そうですね。あ、そうそう、落ちてね。なんかね、その、うんうん、電車かバスかのなんか釣り革かなんか、ね、あ、そうそう、なんか NSC の途中みたいな。そうそうそう。それがなかったら今がないわけでしょ？うん。ねえ。そうですよね。そうそう。いや、そういうことがあちら、こちらね、あの。うん。不思議ですよね。不思議ですよね。うん、導かれるというかな。そうですね。まあ、不思議ですねって言いながらも、本当やっぱさっき言った通りで、その、うん、一方で現実的なもので言うと、うんうん、まあ、やっぱその、本当掴む。掴む。ね、自分のあれが。そうですね。掴もうとしてる準備をしてるんですね。そう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 、うん、そこの掛け合わさったものだなと思うので、そうですね、だからタイミングってやっぱそうで、結局だからいろいろ大変だったもがいたのが結果、うん、あ、その準備だったんだとか、あ、そうですね、多分あると思うんですよ。そうですね、はいはいはい、7年後に花咲くとかね、なんか正直 ありましたし、そうですね、海外に対して意識を広げてたらなんかの話が来て、ああ、ね、そうですね、それもあったりしたし、うんうんうん、
なんか結局本当そのまさにチャンスをね掴んだということですね。ね、すぐ目の前に来た時に言われますもんね。だって他の人から見て、うん、見たら不思議じゃないですか。だから、うん、どこでそんな話来るのって言われたりするっていうか、はいはいはい、そうですよね。自分でもちょっと不思議では思うんですけど、うんうんうん、だからなんかでも逆にこう、うん、何でもかんでもタイミングとかチャンスとかって思っちゃいそうな節もあるんですけどね。はい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 、変な営業電話がそうなんじゃないかと思っちゃう。いや、ああ、はいはいはい、変な営業電話があったりするんで、まあ、たまにありますね、そういう節も。ありますあります、うん、あ、ちょ、これ失敗だったなこれ違ったなみたいなとはあるんですよ、中にはあります。そういう感度がね、感度がこっちがね敏感だから。そうそう、いやでも実際なんかそういう、まあ、そうです、なんか記事っていうか、この間、うん、たまたまそれこそあの菅さんもご存知な糸永先生っていう出会いの方がなんかある記事を送ってくれて、なんかそういう、うんうん、あの引き寄せの法則じゃないですけど、なんかそういったものって実際、はいはい、なんか素粒子レベルであるみたいな、なんかそういう、素粒子レベル、なんかこう例えば、ね、それはアンテナ張るっていうか、はいはい、そうやってなんて言うんでしょうね、新しい自分になりたいって思って、なんかこう、はい、未来をつかむと中で、なんかそうやって意識を広げていく中で、そういうのが引き寄せられていくっていうか、うん、変化していくみたいな、まあそういうことが科学的にもそうやって実証されたりもしてるみたいな記事を見た、出てもらったんですよ。はいはい、なるほどなみたいな、そういうのが確かにあるのか。例えば人間のだからその なんて深層心理というか、うん、で意識変えてってことですかね。そういうことですね。やがてそのそういう感度というか、そうそうそう、だから新しい自分にっていうふうにイメージしていくと、うんうん、まあ見えるもの、まあ例えば、まあ、そうですよね、はいはい、あの新しい新車買うって、ね、はい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 、考えたら急に赤い車を買おうとしてたら、赤い車がね、はいはいはい、えらい目に、そう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 、もうまさにそうですね。あるじゃないですか。ありますあります。ああいうことなんでしょうね。そういうことですね。まさに本当に。うん。そうそうそう、うん。だから結婚しようと思ってね、そうやって意識し始めたら、うんうん、そういう出会いが起きたりするとか、多少なりともあるじゃないですか。はいはいはい。うん、いやありますよね。うん。うん。なんかやっぱそう、だからそういうイメージとかね、やっぱそういう意識とかアンテナっていうのをどう、そうですね、立てるかというかね、うんうんうん、どういう未来をこう、うん、イメージするかってやっぱ大事なんですね。そうですね、やっぱ常に考えてるのと考えてないのじゃ多分全然、その本当に一個一個ちっちゃいことの、ね、違いますね、行動の積み重ねだと思うんですけど、でも実際だってそれってじゃあやりたい、まあ、いつやるとかって決めてっていうの で、うん、でその日にねスケジュールを落とし込めば決まってるじゃないですか。そう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 ですね、うんうんうん、なんかそういう感じですよね。だってそうですね、言っちゃうと僕の奥さんはそういう、はい、なんかそういう感じのワークショップを受けて、あ、はい、結婚する前に、はい、この日に、この年のこの日に結婚するって決めてたらしくて、それが自分と結婚をした日だと、付き合ったんですか？そうそうそう、すごいですね。そういうはなんか、まあ、今言わすとあれなんですけど、その奥さん的には、はい、あのこういう理想の人をこうわがまますぎるぐらいわがままに書き出したらしいんですよ。はいはいはい、こういう人がいいみたいな、はいはい、でそれの書き出したやつの8割ぐらいこう、はい、合ってたらしい。すごい、なんかだからそういうアンテナを立てたみたいなんですよね。へえ、それはなんかでも今の話はなんかさすがに奥さんめっちゃラッキーすごくすごいでしょ。だから僕もそれもあって、このままに書いたのが8割合ってるで、その人と巡り会えたのはめちゃくちゃラッキーってことですよね。めちゃくちゃ巡り合えた、さすがに。いや、まあまあでもそうか、意識してたらっていう、なんか実証された感があるというか、ね、前も今の話、ね、話したかもしれないですけど、奥さんと出会ったのが似顔絵さんで、あ、はいはい、でそれその日が奥さんの誕生日だったんですよ。あ、でしたっけ、その当日なんですね。当日でした、誕生日で。
いやそれもなんか不思議な縁で、ね、そうですね、その日にそんな理想8割以上の人と出会ったってすごいですね本当。今言われてるとなんか微妙な感じらしい当時はね、へえー、いやーだからすごいですね、これはすごいなって思いますね、奥さんのその話は。奥さんにじゃあ引き寄せられたみたいなもんですね分かんないですけどね、自分も結構なんか次の人と次出会う人とは必ず結婚するって決めてた人だったりするから、ああ吉川さん自身もですか。はいはいはい。へえー。それもタイミングですよね。いや確かにそうですね。でまたそのお互いが合わないといけないですもんね。ですね。まあタイミングっちゃタイミングなんですけど。そうなんですよ。さ、ま、ら、あ、にというかね、事情というかそのなんか二人のタイミングが。そうですね。うん。だから不思議なもんですよね。いやそうですよね。確かに、うん、まあ本当そう考えるとそうですよね、うん、なんかそう思うとね、なんか、うん、ね、なんかまあ気持ちの持ちようというか、うん、いう部分もあったりするのかなっていうね、そうですね、うん、まあポジティブなねアンテナを広げて、うん、イメージをして、そうですね、うん、うん、どうですかね、いやじゃあか意外といい、ね、いい締めに、いい締めいい締めをしてくれてるなと思いながら聞いてましたポジティブな方がね、ポジティブな、そうですね、まあだから本当でも結構大事なこともなんか言えた気がしますよね、そのなんかただ僕らもぼーっと待っててね、タイミング良かったじゃなくて、やっぱ多分日頃からずっと意識してたり、そうですね、そしてなのの上にあるそういう最終的な結論、うん、結果というか、うん、巡り合わせの結果があるというところで、うん、ですね、何かそういうのも大事だなというのはありますけど、うん、はい、いやというところですかね、についてそうですね、すごい壮大な話でしたね、壮大なそうですね、多分 また今後もねちょっとこうなんだろう、あのキーワードを変えつつも、そうです、ね、まあ同じような話はしていくのかもしれないですけれども、そうですね、はい、いやー、まあ、面白い、28回にしてまだ、ね、まだまだ回あれ、そうですねですね尽きないですね、いやでもね、それこそ三木さんがこの、うん、昨日、あ、前回ね来てくれてて、うんうんうん、まあ、ラジオもっていう、はい、ね、そうですね、っていうのも、まあ美月さんは収録してたらしいので、ああですよね、もう終わってたんですね、あの時は終わってて、うんうん、なんか美月さん自身こうちょっと後悔っていうか、あ、話したりたかったみたいな、ああなるほど、あ、うまく話したかなみたいなことがあったって、はいはい、みたいな話の流れでこう、ああ、そうなんですね、話に来ませんかっていうので決まった、なるほど、そうなんです、まあじゃあちょうどさっきの冒頭の話じゃないですけど、そのギュッとした放送用は、はい、うん、まあね、あそこの大野さんのやつで、うん、もっとその時間制限なしで、そうですね、好きなだけちょっとこうおしゃべりできたのは、うん、うちらのこの画家と作家で、そうですね、ちょうどいいバランスだったのかもしれないですね、そうですね、うんうんうん、でも全然聞いたらね、全然いい感じでしたけどねでしたね、うんうんうん、面白かったですね、面白かったですよね、うん、まあ、それもタイミングですね、うんうん、そうですね、いやー、またまたね、ゲストもね、でも読みたいです、ね、そうですね、なんかそうそう、ちょっと自分の方のからも、ぜひぜひ、ね、カンさんが読みたい方もいますし、ぜひぜひ、ちょっと、うん、はい、そうですね、ですそう、まさにそうですね。本当によく考えたら、めっちゃ言ってるってことですよね、普段から。言ってますね。言ってる気がします、確かに、本当。いやー、そうですね、じゃあ、ちょっと談話室は。はい、この辺りでということで以上で、はい、はい、じゃあちょっとあれですね、はい、まあじゃあ冒頭言ったみたいに最後のコーナー長いな、大丈夫、どっちがいいのかな、結局なんかちょっともう若干疲れ果ててる感じ、ちょっと疲れ果ててます、出し切ってる感ありますよね、ちょっとですね、どっちがいいんだろうな、悩ましいです、ね、もうでもいいですそうですね、うん、なんかあ、まあでも一応ちょっとじゃあやりましょうか。おやりましょうか。ね、はい。
あ、これはじゃあ、吉川さん、じゃあ僕ですね、してもらいましょうか。はい、わかりました。タイトルコールを、はい、お願いします。まあ、はい、はい、お願いします。画家と作家、エンタメの勧め。このコーナーは我々画家と作家が音楽、映画、漫画、テレビ、ラジオ、YouTube、アートなどの中からおすすめのエンタメを一つずつ紹介していくコーナーです。ということで、はい、エンタメですね。どうですか、うんうんうん、いや、あ、じゃあ自分からでもいいですか。はい。はい、これもちょっとすごい自分の手前味噌なイベントのことなんですけれども、まあ、我々の踊り場ラジオがあるんですけれども、これがこの度ですね、まあ、今3年目4年目にしてようやく公開収録をやることになりまして。あ、そうなんですか。そうなんですよ。うちは今スポンサーさんがついていただいてて、はいはい、大分市牧にある、はいはい、炭火焼きふみさんという、うんうんうん、めちゃくちゃ本当に美味しい居酒屋さんがあるんですけれども、うん、このお店で、お店に機材を持ち込んで、公開収録っていうか形、まあ、ちっちゃいお店ではあるので、うんうんうん、多分20人ぐらいしか入らないと思うんですけど、はいはいはい、そこでちょっと公開収録と、もその後も居酒屋さんなんで打ち上げで、飲めたらいいなというところで、いいですね、予定をしておりまして、うん、これが日程が8月の5日の土曜日の、夜7時からで、大分市牧の炭火焼きふみさんで、ふみさんの美味しいお料理と2時間飲み放題付きで4500円の参加費ということで、もうほぼこの食事代だけといういいですね。うちら一切いただきませんぐらいの感じで、贅沢な、はい、ノーギャラでやりますのでは、いっていうところで、いいですね、一応まあラジオメンバー全員もちろん来ると思いますので、まああんまりね、まだちょっと内容詰め切れてはないんですけれども、うん、まあなかなかこう、うちらも4年越しの公開収録で、まあリスナーさんも実はもう、まあ20人ぐらいだからあれなんですけど、もうちょっと半分ちょっとぐらい、今、1ヶ月ぐらい前でにして埋まってまして、お、結構あれなんですよ、なんか東京とか、なんか神奈川から行きますとか、すげえ、なんか岡山か広島から行きますとか、なんかすごい言ってくれてるリスナーさんが結構いて、すごい、飛行機取りましたとか、うわー、すげえ、なんかそれありがたいなと思って、めちゃくちゃすごいですね。そうなんです。だからすごい楽しみだなと思って。それは4年間のね、うん、そうですね、なかなか直接リスナーさんと会うことなんか本当にないので、大ファンですね。ちょっとちょっと緊張というか、楽しみ、ワクワクしますね。素晴らしいですね、ご褒美ですね。ご褒美ですね、本当に。すごいな。いや、それこそ名盤ラジオ、僕はね、好きなら。はい、ああ、そうですよね。名盤ラジオさんも、それや、オフ会やってて。やってましたよね、そうそう、あれめっちゃ楽しそうでしたよね。あ、聞きました？なんか、うん、ちょっとですけど。あ、そうですか。はい。なんか、音源とかね、そう、公開されてましたよね、会場の。そう。で、なんかまあ、ツイートとかだけ見ても、すごいなんか、ご本人たちがめちゃくちゃ楽しそうな、うん、そうですね、感想だったので、うわ、やっぱいいなと思いながら。なんかね、同じタイミングですね。うん、そうそう。ちょうどあの話が出た、ツイッターとかで見てたタイミングで、僕らも、なんか、発表したり、そう、いろいろ打ち合わせしたりしてたので。へぇー。なんかそういう流れなんですかね。まあそうですね、ちょっとコロナも多少、まあ、ちょっとまたあれですけど、はいはい、まあ落ち着いてみたいな感じですね、はいはいはい、うん、敵ですね。なんかまあもしね、これ聞いてる方でご都合よろしければというか、ね、あ、でも空きがあるんですか、まあ、もうほぼほぼ埋まってる。あ、まあそうですね、もう頭とちょっとだと思うんですけど、ほうまあまあなかなかそうですね、うん、まあでもそれで言うと、なんかいつかこの画家と作家ももちろんしたいですよね。ああ、ぜひぜひ。ねえ。いや、本当そうなんですよ。僕も弾き語り展なんかやりましたけど、ね、なんかいつか画家と作家的なので、うんうん、そうですよね、イベントを。イベントをね、うんうんうん、なんかできたらね、いいなって。そうですよね。まあ2人でこうやって喋る、まあトークライブっていう形でも、ね、画家と作家ライブみたいな感じでやったら、なんか、ほらまあカントループさんでもそうですし、まあ、アトホールさんとかでも、はい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 、たまにトークライブとかしてますもんね。マイク片手にというか。いいですね。ね。うん。うん、やってみたいですね。やってみたいですね。面白いですね。ね、
なんか大分のね、なんかそういうインタメ語るみたいな、う、ね、うんうん、うん、ゲストも時なんか読みつつみたいな。ああ、本当ですね。ゲストを呼んだら本当結構なんかいい感じのイベントになりそうですね。それこそなんかものづくりについていっぱいいろんな人と話し合うみたいなのもいいかもしれないですね。うんうんうん、そうですね。それ面白いですね。面白いですね。ね、いろいろ語れそうですね、うんうん。勉強にもなるでしょうし。そうですね。いいです、ね。確かに。なんか本当前自分とこう今言ってたことはソーシャルワーカーのお友達をこう2人ずつぐらい自分の知り合いとか友達を呼んでなんかね5、6人ぐらいでこういいですね、そうそう1人ずつプレゼン 何をしてる人かをプレゼンしてもらって、はいはいはい、でその後そのみんなで全員でトークセッションするみたいな構成でやったライブとかも結構すごい楽しかったので、なんかそんな形でもいいしですね、いいですね。なんかいや面白そう、うん、リアルでねリアルイベントやってみたいですね。いいですね、やっぱそういうのも楽しいな、うん、いいね、やってみたい。いやー楽しい、いいですね。いやいいですね、いいですね。ええまた人があるのが楽しいですね。はい、いという以上でございました。ありがとうございます。自分のはいイベントでしたけど、いや僕はあのカンさんにもあのお暮らしで、ああはい見ました見ました、まあ、YouTube のね、はいはい、カチカチチャンネルをはい、おすすめします、うんうん、あのというのがまあこの以前のね画家作家でもあのやった松本さんと中洲さんのあの例の、はい、あの一件で結構あお情報をねいろいろ、はいはいはい、松本中井でもいろいろ復元されてる松本さんやいろいろチェックしてるんですけど、はい、まあ、その後の中洲さんのいろいろも見てて、うんうんうん、で、カサクとヒカルさんと中洲さんが、うん、でしたね、3人で飲み会みたいな話し込みだったかな、うんうん、なんかそんなテーマで、はい、あの件についてって感じで話して、うんうんうん、結構面白かったのですごい面白かったですね。あ、全部見ました。あ、ね、でもほぼ見たと思います。はいはいはい、はい、なんか、ね、うん、やっぱヒカルさんがいることによって結構視点がそうそう多面的というか多角的 で、ね、うん、なんか YouTube 目線というかですね、ね、なんか YouTube 的ですよそれはみたいな話もあったりして、はい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 、面白いなと思いましたけど、ね、いろいろな目線でね、そうですね、本当に対策は、ね、上下関係を重んじる人だから、そうですね、怒るかなってことはそうでもなかったり、うんうんうん、ね、面白い、なんか結構ガンってこう中田は中田はって言ってましたよね。うんですね、結構、うん、うん、そうそう、まあ直属の後輩みたいな感じですよね、多分世代的には。いや、まさにそうですよね。ね、森ラジともうそうだし、だってカジサックがいなかったらね、中洲さんは、ああそうですね、師匠ってやってるんですね。はいはい、うん、面白いですね。うん、で実際だってカジサックはヒカルさんがいなかったらやってなかったらしい。ああそっかそっか、そうなんですね。うん、そっか、ね、その中で、うん、なんか最終的ななんか結論って出たんでしたっけ。結論と言ったらあれですけど、結論ですか、どんな感じで終わったんでしたっけ。その中では結論は特別出てなかったです。あ、まあ、結局好きか嫌いかみたいな、松本さんのこと好きか嫌いかみたいな感じで、はいはいはい、まあ、好きは好きに決まってるみたいな、うん、まあ、絶対的な影響はねどこかしらで、はい、あるしっていう、でも嫌いかというとそういうわけでもないし、うんうん、っていうところですね。そうですね、うん、うん、なんかそうですね、なんかだからその全部が全部計算でもないし、うん、っていうところがちょっと印象的でしたね。中田さんの感じで、そうですね、全部計算づくでやってると思いきや意外と感情で動くタイプというか、うん、そんなに考えてない時もあるみたいな。そうですね、なんかそれはいろいろ、なんだっけな、奥さんとの対談動画みたいなのも上がってて、あ、はいはい、あ、でその中でも奥さんにも実はその提言についてはあの、はい、パーフェクトヒューマンと提言官な、その2つはその奥さんに相談なしでやったらしいですよね。へ、えー、あ、そうなんですね。だから今まではいろいろ相談してやってきたけど、はいはいはい、まあ、大事なことっていうか自分が思うこと、誰にも止められたくないようなことは言わないんだって思ったみたいな、あって奥さんが言ったんですか。奥さんが言ってて、へ、えーうん、でもそれを私を受け入れるみたいな、受け止めるっていう感じで、うん、結構、泣きそうに、泣けるような動画でしたよ。いやちょっと素敵なあれですね。いい曲だなと思って。そう、動揺もちろんするんですけどね。動揺したら、はい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 、うん、すいませんって、いろんな
ところで謝ったりもするけど、まあそういうなんか、うん、ディスられたりとかもあるけど、まあそこに対してのこう、うん、免疫もあるできててみたいな、うん、面白いなっていうね、うん、でもだからまあ中津さん自身もねこう人間力が足りなかったみたいななんかそんな話してたり、うんうん、言ってますね、まあ、面白いですね。まあ片や松本さんもねあのなんか高橋さんにいじられたり、ね、あそう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 シンガポール事件シンガポール問題ですね問題面白いですね。あれそうですねあのねサッカーの内田そう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 もねあの選手の内が、うん、ね結局松本さんが一番面白いじゃないですかって言ったんですよね。ね言ってたりね。そうそうそう。まあ多分彼も松本信者って言ってたので。そうですね。でなんかまあ松本さんもちょっと謙遜というか、うん、まあでもそれは人それぞれですからねみたいに言ってたんですけど、まあ、でも正直もう誰がどう考えてもまっちゃんが一番面白いですけどね。そうですね。と僕は思うんですけどね。いやそれは間違いないです。うんうんうん。うんだからそこがまあ良くも悪くもですよね、うん、そのだから権威になってるかもしれないけど結局実力も一番あるのでそうですねもうだからグーの根も出ないというか、うん、だって勝てないですもんですよねこれがまだある意味その実力もないのに老害的にふんぞり返ってくれてる方がまだ引きずり落とせるんですけど、うん、そうですねもうな生実家というかその実力もぶっちぎりなんで、うん、もうどうしようもねえなって感じですもんねあの多分同業の若手からするといやそうですよねねえどうしようもないですよねどうしようもないですねもう本当に、うん、どうしようもないし憧れてる人だらけだから、うん、そうですよね松本中井に出てくるあの数々のスターたちが松本さんのファンっていう、ね、そうですよね人たちがまあそれこそお茶とおっさんも終わりましたけど、うん、ね、うん、ああそうですね出てくるねすごい経営者の方々も、うんうん、皆さんね松本さん好きでみたいな、うんうんうん、どんだけ影響を与えてるんだっていうねそうですよね、まあ、僕らもですけどねそうですね完全にいやまあでもそうですねなんか中田さんでも僕らも同世代ですしですねなんか本当あの外録チャンネルからねもうこまさにこのガガトとかも始まったような話だしそうですね。ねだからそれでそういうので言ってたからあんまりそのめちゃくちゃびっくりしたとかはなかったですってヒカルさんが言ってたじゃないですかはいですねですねなんか多分僕らもまさにあの時そんな感じでそういうことですねまあまあようやくというかはっきり言ったんだなみたいな、ね、来たんだなっていうねそうですよね、うんいう感じでしたもんね。ですね。だからまあでも本当そういう意味でね、面白いことしてくれたなっていう感じも、うん。まあそうですね。なんかいい考える機会になったみたいに言ってましたよね。そうですね。だから、うん、まあそれは賛否両論あって当然ですけど、うんうんうん、よくやってくれたっていう感じもあるんじゃないですかね。そうですね。まあ、他誰もしないですもんね、そんなこと。ないしできないでしょうし。できないですからね。できる。ぐらいのとこまで頑張り抜いたっていうとこもあるでしょうね。そうそうそう。そうそう、うん、梶作さんも言ってましたね。なんか500万人突破して、ねすごいすよね、やったのがすごいみたいな感じで。だってヒカルさんよりチャンネル登録者が。そう結局今そういうことになるんですかね。そう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 調べたらってさっき見たヒカルさん490とかとか。あんな生粋の YouTuber の方より。そうそう500万人いってなかったんですよ。はあ、カジサックさんももちろんそうなんですかね。あ、カジサック200。あ、200か。うん、200だな。すごいですね。そう考えると本当すごいですね。うん、有権利ありますね、じゃあちょっと。まあ、有権利というか、あります。実力というかね。実力はね。結果出してますね。結果出してますね。うん。まあ、なんか、あっちゃんもね、やっぱ結局、すごい身近な、すごい人生の古舘さんとかそういうテリーさんとか、うん、そういう身近な大人たち尊敬する大人たちからも尊敬されてるような感じが多分ずっとこの YouTube 成功であると思うんですよ。はいはいはい。いろんなコラボ動画を見てきて思うんですけど、はい、なんか多分そういうのもあって自信がついたんでしょうね。ああなるほど、うん、いやそうですね本当、うん、というところで、うん、すごいところですね、はいちょっとそうですね。お役目です。うんうん、はい。ありがとうございました。ありがとうございました。はい。長々なっちゃいましたね。というわけで、そうです。では最後、今週の一曲で終わりましょうか。そうですよね。はい。
じゃあ、カンさんですね。そうですね、僕ですよね、はい。これはちょっとひっくり返ってましたけど。はい。じゃあ、行きたいと思います。はい、画家と作家、今週の一曲。このコーナーは我々画家と作家が今週聴きたい曲を紹介するコーナーです。ということで、まあエンディングということで曲を紹介するというコーナーなんですけれども、はい。まあ、いいですか、僕から行かせていただいて。はい、どうぞ。まあ、そうですね、もう今日はタイミングについてるので、まあ、ブラックビスケッツのタイミングでお願いします。ちょっとストレートすぎるかなと。いやでもいい曲ですよね。いい曲ですよね。やっぱ、うん、色あせない、ね。いい、今また再ブレイク中というか。あ、そうなんですか。そうですよ。なんか TikTok かなんかで火がついて。あ、そうなんですか。去年か今年ぐらいまたなんか注目されたりなんかして。あ、そうなんですか。そうです、そうです。いや、めっちゃいい曲ですよね。いい曲ですね。いい曲だし、うんうん、めっちゃ売れたし。ね、実際いや、今回のあれで口ずさんでます。ああ、確かに。やっぱ来たから。やっぱ来たからですね。先に言わせていただきます。ありがとうございます。はい、じゃあ僕の方から。はい、僕はおかんっていうバンドの。ほう。あ、知ってます。いや、なんだっけ、なんかでも聞いたことあるような気がするけど、ちょっとよくは知らないですね。うん、はい、おかんっていうバンドがありまして、はい、それのひらがなでね。はいはい。で、人としてっていう曲があるんです。この曲がね、今回のタイミングとかご縁っていう曲を表し、曲というか、はい、感情をすごく表しているような曲なので、聴いていただきたいです。おかん。おかん出てきた。人として。あ、出てきた。へぇ。すごい名曲なので、ぜひぜひ聴いてほしいですね。すごいなんかジャケットがこう可愛いっていうか、ハートのなんか。うん、人として。ぜひぜひこれまあ歌詞の中にね、あの電車に乗ってなかったらとか、なんかあ時好きと言ってなかったらとか、なんかそういうすごい、はいはい、これそれこそ今回のタイミングみたいなキーワードがもういっぱいあって、はいはいはい、へえ、うん、これバンドでしたっけ。バンドです。へえ、普通の天つくまるとかが推してるバンドだったんですけど、へえ、あ、そういうのかな、なんか、はいはいはい、うん、なんか聞き覚えはあるんですよね。そう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 。いや、聞いてみます。ぜひ。はい。ぜひぜひ、はい、今回のテーマにぴったりだと思うので。なるほど。ということで。はい。まあ、ほんと今週の一曲でね、ずっとこう紹介してもらった曲、これ、それこそビッシュとかも、ほんと最近聞きまくってますね。ああ、本当ですか。嬉しい。本当に、カーンさんおすすめの曲を結構、いい感じで響いてるんで嬉しいです。すごいなんかビッシュをそんなに聴いてくれてるのがめっちゃ響いてますよ。この間の星降るなんだっけ夜に、うん、はいはいはい、星が瞬く、あ、ごめんなさい、星が瞬く夜にか、はい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 、なんかビッシュっていう多分冠というかその、うん、あれがついてます。バンド名がついなんか楽曲名についてるというか。あ、そうなんですか。なんか確かそうだったと思います。もうそれのラストライブの映像も何回も。なんか YouTube に上がったりしてるんでしたっけ。そうそうそう、めちゃくちゃいいと思って。はいはいはい。最近ずっと聞いてますね。いやー、いいです。まあ僕もこの解散ライブ本当に行きたかったんですけど、まあ行けなくて。うん、で、福岡のライブも結局チケット外れて、ワンマンは見れずじまいだったんですけど、うん、まあ去年1回だけそのフェスで、見れたので、まあ、それはまあいい思い出だなと思うんですけど、いいですね。はい、そうオーラがあった気がしました。うん、なんかもう全然ドームでできるなんか、うん、なんて言うんでしょう、ポテンシャルというか、あるなと思いながら見てましたけど、いやもうすっかりファンですね。まあ、いやそう嬉しいです。終わってしまいましたけど、でも曲いいですよね。めちゃくちゃいいです。単純にかっこいいですよね。いや、めちゃくちゃかっこいいです。ロックだし、パンクだし。本当に、本当に。ね。で、それをその、まあ、作ったね、あの、松隈健太さんっていうのが、その、うん、この前言ってた福岡出身の方で、うん、で、別府にもゆかりがあって、で、その、大谷さんと結構仲良しなので、で、この前トークライブで福岡に来ていたので、その楽曲の、まあ、なんか話をね、あの、サビの、ここから作りますみたいな、話を聞かせていただいて、うんはいはいはい
いやでも本当すごい才能だなと思いますね。いやー本当感動しっぱなしです、めっちゃ元気もらってます。ああよかったです。いや儚いですけどね、やっぱ、まあ、でも解散だからこそなんだろうなっていう、そうですね、儚いですね、エネルギーというかね。いやこのおかんもちょっとぜひ聞いてみます。ぜひ、はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ではもっと2時間そうですね、結局なんやかんやでいやーやっぱ話しちゃいますね短くですね、濃くいけるといいなと思ってあやっぱなんか話し合ってまあ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 何もこうあれはないので制約はいはい、はい、ではではというところで、そうですね、また来週ですかね。来週ですね、はい、来週はどんなテーマになるかね、楽しみです。そうですね、はい、はい、来週も楽しみということで、はい、はい、お聞きくださった皆様ありがとうございました。ありがとうございました。はい、それではまた来週。はい、また来週。はい、おやすみなさい。ありがとうございました。それぞれの放送室から届ける声、等しい幸せなんてないけれど、晴れた明日へと行こう、もう大丈夫、肯定しながら歩んでいたい。どんな過去があったって100億点で行こう、ずっとずっと大正解。大喜利に答えるみたいに、離れてみれば全部コメディ、縁のために進め。画家と作家、体は静から届ける夢、でたらめと呼ばれるかもしれないけれど、校庭で遊んでいたあの頃みたい、どんな未来を作っていくのか、僕らのアンテナを信じて行こう、きっと大成功。何もないは何でもありだと、ロックスターが教えてくれた。無駄なことを一緒にしようよ、足りない二人のメロディー、弁当筆を持って、かとさか。育児なしが続くよ、大好きが限度さ、育児は育児だと気づくぐれ、大切な人を大切に。テレビスターが教えてくれた、何もないは何でもありだと、ロックスターが教えてくれた、僕らだけの道へと行こう、それぞれの道に挑もう、愛と笑いを乗せて、画家と作家、ララ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 
ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。 Twitter、Instagram やっております。その他情報は概要欄まで。また次の動画でお会いしましょう。